は熱中症になってしまった際の応急処置をご紹介いたします。めまい、頭痛、だるさ、吐き気など疑わしい症状が出た場合はすぐに運動を中止してください。近くにいた人が倒れてしまった場合は意識の確認をしてください。意識がない場合はクラブハウスに連絡しすぐに救急車を手配しましょう。意識がある場合はまず日陰や冷房の効いた室内など涼しくて安全な場所へ避難してください。次に体を冷やしましょう。どれだけ素早く深部体温を下げられるかがキーとなります。最も深部体温を素早く下げる方法が氷で冷やした水風呂に入れることです。全身を水風呂に浸からせ常にその水をかき混ぜることで最も効果的に冷却を行うことができます。全身を浸からせる水風呂がない場合はバケツを用意して手や足だけなど部分的に浸からせ残りの部位は氷で冷やしたタオルを全身に当てて冷やしましょう。全身を冷やし続けることが大切です。ラウンド中はクーラーボックスに氷を入れて手元に置いておくことをお勧めします。次にスポーツドリンクや経口補水液を飲んでください。お茶やアルコールには利尿作用があるためここでいう水分補給には含まれませんので注意しましょう。しばらく安静にして十分な休息をとってください。症状が良くならない場合は医療機関を受診し発症時の症状を伝えましょう。熱中症になった際の応急処置の振り返りを定期的に行いゴルフを安全に楽しみましょう。